でもなんかシーバスのボールどっかすごいみたいですね。ジュンさんってどこの方だろう。楽しめーなこれ。なんかすいません。あともうちょっとかな。え、この辺でガサガサしたの。あの用水路みたいなところかな。小一個がいっぱいいる用水路かな。ここに流れてる用水路。やっぱ今日大潮だってやっぱ流れすごいな。これは釣りづらいぞ。ちょっと皆さんに代わってこう釣り場の状況をお伝えする。あれですよ、島田さんもちょっとじゃあ配信はいいですから、ツイッターとかで釣り場の状況をね。釣れそうかな。超高大工業。もう釣らなきゃいけないぞ今日は。絶対行っちゃったよ俺ついに。そう、俺と島田さんは超高大工業、まあ、社長は俺。いや、お茶枕サイズ来て、ごめん、ちょっと誤解受けちゃったから。いや、お茶枕サイズがこれから連れてからやるから。いや、違う。なんでさっきばっかりしたのかなと思ったらさ、バスリールをちょっと作らないと。みんな老眼で大変なんだから。パンダさん、コンティニー声ありがとうございます。ただちょっと映像どころか音声さえ伝わらないというとんでもない事態が起きているので場所を移動しますね。なんだ、音声伝わってなかったもんね。俺、皆さん結構勉強になることいっぱい言ってたよ今日は。俺もう釣り人はさ、耳をこっちって聞かなきゃいけないような話を延々としたのよ。自然と戦いながら釣り人ってのは楽しむもんだから、俺はリアルな釣りを皆さんにお届けしたいわけですよ。風の音でした。でもちょっとなんか家が恋しくなってきちゃったな。家が恋しくなってきちゃうぞ。何言ってんだ俺。よし行くぞ。亀有川。風強えよやっぱし。めちゃ風強いよ。いいよ。一個作りました。ただ動画もマルチ上げてないです。いや、今聞こえてます？すげえでかい声張り上げてますからね。あ、島田さんにコンティニーコインの俺言ったっけ。俺ありがとうございます、コンティニーコイン。マジかよ、またバラしたよ俺。来たでしょ。分かった、魚人さん今のマジ来たんだよ本当に。よし、次は釣って皆さんに見せますんで、ちょっと時間を空けるか。少し惜しかったな。だからやっぱフラッシュブートさ、ブースト本当にこれね、もうちょっと小さいねフックにして、フック3本つけるべき絶対。俺今日はねちょっといいフックに帰ってきたんですよ。ってバラして花火もらうとこだ俺。ありがとうございます。あー伝わんなかったかな。ちょっと今日は結構カメラいい角度だったんだけど、俺みんなに伝わったと思う。今日投げるのも難しいんだこれ。
カメノン。カメノンさん。いいよいいよ。今来たんですよ、だから。うん、1分だけ、1分だけ。え、当たってもしかして、あの、当たってく、当たってぶって合わせちゃったの？合わせましたよ、もちろん。いやー、それは釣れないですよ。当たりが来たら、当たりが来たら、逆に送り込んじゃう。当たったら、手首返して、ふーって3回、あってから3秒後に合わせないと、バレますよ、シーバスは。わかりました、ありがとうございます。早集めダメですよ。頑張ってください。はい、ありがとうございます。また落としてどうやって落ちるのこれ。ちょっと俺実はね、もう千葉のに偉そうにいろいろ言ってたけど、俺の釣り方が悪かったらしい。まあ江戸川とかでも、でも俺確かにバラシが多い男だからね俺。しかも使ってるのは B だもんな。とんでもない。大変。あれ？パニックさんあれ？あ、今来たのか。すげえ、魚神さんが来た人数すげえ増えたら22人になっちゃったよ。ちょっと、これは釣らなきゃかっこ悪いな。まあ、さっきのがまさにそれだったんじゃないかな。追い合わせして、で、その後かかって持っていかれたんだけど、結局はバレちゃった。武田さん悪いんですけど、ちょっと塩がどんな感じだか見てもらえますかね。やっぱそのさ、やっぱ実のところそのなんかこれほらなんか変な魚のぬめりついてきたよ。なんだこのぬめぬめ。あれ？何これ？これは何？あれ素手掛かりかなこれ。ほら、まあ素手掛かり 100% 素手掛かり。これ何このロゴみたいな。素手掛かりじゃないよねでも多分今のは。違うほらロゴだよ、魚のぬめりと。まあナマズじゃないね。下げ5分ぐらいかな。あ、まだ下げ止まってないのか。ああ、ありがとうございます。島田さん、せっかく魚神さんが上がってくれて増えたのに起きてきてんだよ。今滝沢さん試してみますよ、プロップダーター。あれだ、あの魚神さんが言ってたあの状況、スラにはなくこのなんだイグジストとかによく起きるっていう、それやっちゃってるや今。ライン食い込んじゃってんだかなり。一回スプール外さなきゃダメだなこれ。来た。ほんとドラム来た。おお、やりましたよ。俺ドラム起こした本当に。皆さんこの音聞こえます？俺ドラム起こしたよ本当に。すげえ、俺持ってるわマジで。ちょっとでかいわこれ。魚釣ってる？いや俺ドラ、どこだ？ちょっと今網かも。かっこよすぎんだろ俺マジで。鈴木だ、シーバス。俺かっこいいマジ、かっちょいい、かっこいい、すげえ感動した。見て俺ほら、見て俺ほら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 、見てこれ。あー魚神さんありがとうございます。すげえよ俺マジ、ドラマ起こした。やばいだろ、かっこよすぎだろこれ。
うわかっこいい、マジかっこよくないですか。俺自分ですげえと思ったよマジで。あ、魚あったかい。あ、お茶おかれです。ちょっとごめん、今ちょっと魚に集中した。すいません、皆さんありがとうございます。おぶらぶらぶら、おぶらぶら、70ぐらいあるかな、これ。これやったよ。あ、やったよ俺。やったよ。やった。よっしゃ。ほら見てこれ、立派なサイズだよこれ。でかい結構。やべ、でかい声出してきた。ちょっとすごかったっしょこれ。ありがとうございます皆さん。あー、クラッカーだとか、ちょっとすいません俺興奮しててちょっと見逃してました。早く、早く魚逃がしやんねえと。服に絡まっちゃったルアーが。いやちょっと待って、これは映したいよね本体。すげえかっこよかったマジで。あのでもちょっと、いろいろ大変なことになってる。ちょっと待って、もうこんな洋服着っちまうわ俺。ちょっと洋服がだ、洋服に思いっきり吹きぐした。もうボレーから着ちゃっていいやつ、洋服。魚が危ねえや。やったぜ、やったぜ、すげえよこれ。俺さ、これあれじゃない、これ自分もびっくりの演出じゃないの本当に。俺ただもんじゃねえだろこれ。ちょっとこれあんま映さない方がいいかな。これちょっとかなりフックが、魚死んじゃうよこれ。でここグーっていくと、あ、70ぐらいかな、まだ70、67ですかね、67センチです。いや、じゃあ逃がす俺は。あのまあ死んじゃったら食べるけどね。67センチ、まあ俺にしてみれば小物ですわ。これ釣れたタイミングが素晴らしかったけどね。よし、俺やったよ今日は本当に。みんな今日だけはちょっと褒めてくれ、俺かっこよかったでしょ今日は。じゃあもう魚ちょっと弱っちゃうから逃がしますね。あ、それともなんか魚神さん、なんかいい欲しい絵あります？いやでもやっぱ配信中釣れるってのは別格よ、マジ嬉しいよこれは。身体として魚の、俺は映んないよ。あ、身体映してもいいんだけど、ちょっとね、今これカメラができないから。いや、じゃあそれ今度魚神さんとコラボした時やろう。いいよ俺出るよ魚神さんのとこで今度。顔見たいです、みんな顔はいいよ。だってみんなさ、俺の顔見たらがっかりしちゃうよ、かっこよすぎて。ちょっととりあえず話しますね、シーバス言われちゃったら顔。ほら滝沢さん荒巻き鮭だよ俺は。やるでしょ。引きで
引きで、ああ、ただ IBC さんありがとうございます。ちょっと俺目いっぱいこう体は引いてんだけど、ああ、すげえ勇ましい顔してるよこのシーバス、かっこいい。いやでさ、あの枝ちゃんさ、実は正直に言うよ、俺ねヒカキンなんだよ。じゃあちょっと魚もそろそろかわいそうだから、あ、逃がしますね。ありがとう。あ、帰ってった、よかった。いや、本当に皆さんこう4時間付き合ってくれて、まあ、まだ終わんねえか。ありがとうございます。自分やりましたマジで。ああ、やったよ、よかった。でもね、こうみんな軽く言うけどさ、これ配信中するって大変よ本当に。俺もかなり動きこれ制約されてるからね。だからみんな俺のことはプロだと思った方がいいよ。本当のプロだ俺。いや、分かった分かった、あのやつ、あのしかもねこれね、魚神さんがさ記念になんか動画作って、まあまあ作らなくてもいいですけどね、あんな絵だからさ作らなくてもいいけど、ひょっとしたら作れるよったら作ってくれるみたいなんで、それもみんなに見てもらいたいな。いや、枝ちゃん今度俺の釣り指導必要かな。今度俺教えましょうか、シーバス釣り。いや、パンパンパンさん俺前にも見せたでしょ。ただ今回のは結構もう完全にだ、あれ、そういえば島田さんいる？俺島田さんもずっと付き合ってくれてたから見せたかったんだけど、島田さんいねえな。まあいいや、島田さんの歌いもないか。いや、皆さんありがとうございます本当に。いやいやいや、あ、魚人さん作ってくれます？ちょっとじゃあこれは一応みんなに見せて、見てもらいましょうか。いや、ドラマ、あのさ、あの語りからのさ、この一匹は編集なしでさ、あの語りからのこの一匹だよ、すごいよね。いや、フル勃起は見れない、あの、勃起してない。あの、かっこよかったぜ今の一匹は、マジで。ああ、よかった。やっぱこう、なんか無職になっちゃったけどさ、なんかいいことあるね。いや、大塩に関しては俺の出るわ、いいんだよ。あの、枝チャンネルさんね、あの、ここぞという時の俺のテクニック、これは。あのさ、ね、その前釣ってた、ね、場所を変えてね、この亀有川にね、こう引き返してきた俺の判断力とかさ、全ての結果がここに詰まってるわけよ、70センチの魚に。俺の判断力の全てが詰まってる。これ俺じゃなきゃできないことだから、これは。あの語り、消灯からこのドラマチックな流れ、ちょっとあんまでかい声出して大丈夫かな、俺。すごかったよこの流れは。あ、マジで、しば、なんやったさ、見てほしかったよ、俺すげえかっこよかった今。ちょっともう俺のさ、ちょっとね、この最後、一刀にかけるね、あの語りの部分見てもらいたかった。ナイヤトウさんが一番喜びそうな、ね、展開だった、あれ、今のは。マジモードの時に来たから。いやー、ありがとうございます、ナイヤトウさん、お茶を。あれ、ちょっと見てもらいたかったなぁ。てか、あ、すいません、ありがとうございます。お茶ありがとうございます。いや、じゃあ、まあ、ちょっとお茶もありがたいんですけど、ちょっと見てくださいね。俺、本当に、ちょっと、今ちょっと泣きそうだ。たった70センチの魚なんだけど、ちょっと泣きそうだわ俺マジで。
あーあー、お願いします。ありがとうございます。じゃあもうちょっと、でもあとまだ15分あるんだよな。俺もうここで終わらせたかったんだけどさ、やっぱかっこいい時に終わらすのが一番いいよね。ただ乾燥しとくか、もったいないから。あとね、なんやとさん、なんか高橋さんが動画作ってくれるみたいなんで、いやこれが俺だよ。だから ABC さん、村田はじめもびっくりの展開だった今。これあれだよ、編集なしだからね、俺配信だからね。かっこいいぜ俺、マジかっこよかったよ。ほんとほんと吊るしを見せたよな。うわ気分いいよマジで。よかった今日やっといて。途中さ、ルアー1個なくしたりいろんなことあったけどさ、明日かテンション高い。もう一本、もう一本はどうだろうな。ちょっとなんか騒ぎすぎたかな、反応なくなっちゃったね。やっぱね、一回休まして正解だった。フラッシュブースト、いや一応投げてるよ今も。ただもう釣れる気はしないけどね。バグの会議頑張ったからあった、マジでありがとう、ありがとう本当。皆さんもうすいませんでした。前半もう本当にくだらねえ展開で、本当グダグダしてて、無言で自転車乗ってるところを付き合ってもらって、でも自分一本あげましたよ。まあサイズはまあそんなに、まあ正直一食いシーバスっていうほどでかくないですけどね。でも本当今日はこうみっともねえ配信で終わんなかった。でもまあみっともない、みっともない配信の方が俺らしいのかな。あとは皆さん、こいつね、フラッシュブースト今日やってくれたのこいつですから。シャローアサシン、まあそうだな、これ言ってくれたのパンダさんだもんね。やっぱりこう配信してみんなの力があるんだろうね。俺もここまで見てくれなかったら頑張んなかったし、このルアー使ってやろうとは思わなかったもんね。俺一人じゃねえなこれ釣ったの。この魚は俺一人で釣ったわけじゃないや。あの電気消えた後やってみろって言ったのもパンダさんだしね。パンダさんだったっけ、あの滝沢さんとパンダさんか。ああ、花火ありがとうございます。でもやっぱそうだよ、俺なんか今中宇宙でなってたけど、俺一人で釣ったわけじゃないよな。いやアドバイス料なんか払わないけどね俺別に。でもそう、あそこでさ滝沢さんが辞めるんじゃねえみたいなことも言ってたしね、パンダさんも。クリちゃんクリクリ、クリちゃんクリ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 。